はい、皆さんこんにちは、伝説の D です。さあ、9月のね、22日より第5進学は新シーズンを迎えます。で、僕の動画ではですね、1点だけまだ伝えていないものがありました。それが新シーズンの新しいランク違法についてです。これでもすでに、どういったものが出るかっていう情報は出ておりまして、こちら SSR 携帯品が、今回ね、サバイバーとハンターで1個ずつ、まずこちら心理学者に1つ、こちらですね、そして、地の女王に1つで、最後 UR 携帯品が、幸運時にね、来るということがね、まあ、すでに発表がされておりました。なんですが、つい先ほどですね、こちらの、携帯の詳しいね、効果というのが、紹介されましたんで、こちらの動画では皆さんにね、その効果を実際に一緒に見ながら、解説の方をしていこうかなというふうに思います。なんで動画の方よかったら最後まで見ていってください。ではね、早速もう映像の方をね、見ちゃおうかなと思います。まずはこちらをご覧ください。はい、ということで、ここからはね、ちょっと解説の方を入れながら見ていこうと思います。いや、ちょっと情報が多すぎて結構ね、びっくりした方も多いと思うんですが、今、幸運寺がね、こちら銃を撃ちましたが、なんと幸運寺、今回の UR 携帯品はですね、すべての、このアイテムに新しいエフェクトがつくというね、いや、めちゃくちゃ豪華な仕様となっておりました。いや、これはね、ちょっとびっくりですよ。そしてね、さらっと出ましたが、知能上の、SSR 携帯がこんな感じになっておりまして、この鏡の部分にね、こちら、金色のね、なんて言うんだろうな、まあ、金色のエフェクトがかかるといった感じになっております。で、心理学者がこちら、なんか可愛いね、首輪みたいなのがついておりますが、これをやると鎖がね、出ると。いや、これすごいよね。なんか今回の携帯全部クオリティすごくないですか？いやー、可愛いね。けど本当にちょっとね、幸運寺すごくびっくりしましたね。いや、すごくね、だって一個一個がさ、これ新しいエフェクトなんで。いや、これ、すごいな。いやー、すごい、全部のもう、アイテムが新しいエフェクト。で、これ別のオフェンスとかさ、いろんなもう、一人一人のキャラクターで見てもこのエフェクトはないので、やっぱ新しくね、作られたということで。はい、ということで、こちらの情報でですね、まあ、おそらく、新シーズンの情報については、すべて出尽くしたのかな。まあ、新しいイベントも紹介したし、あと、ダイスで手に入れる衣装についても紹介したし、まあ、おそらくもうすべてできたのかなというふうに思います。ですので、ね、あとは新シーズンが来るのを待つだけですね。はい。もうね、皆さんあと1週間もないですから、新シーズンになるまで。新しいガチャもね、来ますので、本当今のうちもやるべきことをすべて終わらせてですね、新シーズンへの準備を、完了させておいてください。そう、今日の朝の動画でもね、ちらっと言ったんですが、ダイスはね、600マスまで進めることができれば、今ある墓守のやつはね、来シーズンで普通にショップで購入することもできますので、まあ、最低限600マスまでやれば、まあ、今シーズンは、最悪ね、その衣装を購入することができます。はい。という感じで、こちらがね、新シーズンについての情報でした。はい。ということで、いかがだったでしょうか？ここからはね、普通に、一試合していこうかなというふうに思います。いやー、でもね、情報の方ね、結構出るの効果早かったですね。なんか、情報ができるのがね、こんなに早いとは思ってなかったです。いやー、ただ、幸運寺すごいね、なんか、最近泥棒の強化とかも、入ってるんで、
なんかすごい初期キャラがね、また再注目され始めてますよね。いや、にしてもすごいめちゃくちゃいい携帯品でしたね、ほんと。UR、さすが UR 携帯品。信用がして、単行、おぉ、単行者、タゲチェンですね、これは。さあ、頑張ってほしい。とりあえず僕は、もうね、ひたすらこの最初を使います。そう、これね、割と一番最近のガチャのやつなんですけど、僕普段あんまりね、採取使わないんでね、なかなか、おぉ、おぉ、なんだ単行者生き延びたの、すごっ。やりますね、すごいですね。どうやって生き延びたんだろう。さあ、ナイス。回復しましょう。最初に回復して、ロングアップを直していくと。オッケー。やろう。ロングアップ先も上がってた。残り3台ですね。よし。さあ、じゃあまたね、新規を回していきましょう。で、また、来シーズンのガチャが、庭師。庭師ですからね、またなんか本当に初期キャラだよね。すごいな。ちょっとここに今貼っとこう。やっぱ一回、うまカレーが。オッケー。いや、ちょっと減った。ちょっと下手だな。こっちこっちおいでっていう、ちょっとね、補助ワープを貼ってあげよう。これがね、いいワープなのか、まあ、さておき。あんまりいいワープじゃないような気もするけど。はい、さあ、ついてきて。オッケー。よし。あそこまで守れれば熱い。あの、ワープまで守れれば熱い。さあ、どうだ、いけるかな、どうだ、入れるか、ワープ。いけるか、ギリギリ。いけるかな、あ、ギリギリは入れたっぽい。いやー、おー、どうだろう。あれはまあ、大丈夫だったっぽいね。よかったよかったよかった。ちょっとは役に立てたかな。本当にね、僕、ワープがマジ下手くそすぎるんだよな。動画でもあんま、おー、タゲチェン、よし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 。よかった、じゃあ結構普通に役に立ったっぽいですね、僕の補助ワープ。よーしよしよし。よかった。で、まあ、来シーズンの2つ目のガチャが、あれね、文豪ストレイドックスだよね。で、文豪ストレイドックスもなんか第2弾があるらしくてね、もうすでに。なんかもうそれあるって言われてるらしいですね。うん。なんかあれなのか、ペルソナとかと一緒で、ナンカンロッパか、とかと一緒で、いろんなキャラが多分いるんでしょうね、文豪ストレイドックスも。いや、ほんとにね、作品見る見る言うとりますけど、全くまだ見れてなくてさ、ちょっとね、焦ってます。うん。なかなかちょっとね、見るまでに、スタートダッシュ切るのがなかなか大変なんですよね。作品って結構、しかも、ゴーストレイドックスみたいなね、超大作はね、すごいやっぱり、最初の、気合が入るのがちょっと大変。さあ、救助頑張れるかな、救助味方ができればおそらく回復は上がるでしょう。よしよし、いいね。極限さんが新規を回してくれている。OK。まあ、最悪担当者がね、救助狩りされても、まあまあ、傭兵もいるから。さあ、うわ、うまっ、いや、救助もすごい。相手もうまいけど、救助もすごかった。いや、ナイス、半分救助。よし、これはいけそうですね。よし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 。いや、ナイス。いや、すごいな。鬼没でね、うまく磁石を剥がしていく。傭兵が上がる。オッケー、よし。まあ、でもどうだろうな。ちょっと際どいかもしれない。残り4割。うわぁ、いけるか。結構ギリギリじゃないとこれは上がりませんよ。うわぁ、あと3割か。まあ、多分ギリギリ、即飛んでるくらいされなければいけるんじゃないかな。おぉ、ナイス、でかい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 。いやいや、おナイス、ちょっと、守って、助けて。おぉ、ナイス、ナイス、ナイス。素晴らしい。ナイス、当選も。よし、オッケー、これで、寸止めはできたね。あとはよ。あとは、この、仲直りを潰されさえしなければいける。さあ、よし、オッケー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 。ちょっと、ああ、危ない、危なかった。オッケー、ナイスナイスナイス。いやー、素晴らしいですね。いやー、素晴らしいね。やっぱパーチがちょっと良すぎたからね。じゃあ、ロングアップをちょっと貼っていきましょう。最終は万能すぎるんだよな、本当に。さあ、ロングアップを貼って、よいしょ、オッケー。さあ、これでもういけるときね。よし、いやー、ナイス。ということでね、今回もね、動画の方ご視聴いただきましてありがとうございました。まあ、新シーズンもうすぐ来ますので、先ほども言ったようにね、ちょっと準備の方しといてください。すごい、すごいアップ。すごいアップ。オッケー、じゃあ出ようか。いやー、ナイス。まあ、でも一応ちょっと回復しとくか。一応ね、何があるかわからんからね。まあ、とりあえず回復して、おー、単行写真なんで、これでも出ちゃいましょう。はい、ということで皆さん、また次の動画でお会いしましょう。今回もご視聴ありがとうございました。動画見てくれてありがとう。
これからも第五人格の最新情報やプレイ動画をアップしていきますので、よかったらチャンネル登録お願いいたします。それでは、次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。